心診療所チャンネル。心療内科精神科の薬、今回はスルピリド、ドグマチールについてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。この心療内科精神科の動画ではメンタル分野で使ういろんな薬についてご紹介をしています。今回は最近では主にうつに対して使うことが多いとされますスルピリド、ドグマチールについて見ていきたいと思います。まずこのスルピリド、ドグマチールなんですけれども、これは主に今脳内のドーパミンの作用を調整する薬になってきます。基本的にはこのドーパミンの作用、少量だとむしろ作用を増やす、一方多い量だとその作用を減らすということを目的としています。なので量によって適応病名は変わってきます。で、今は最近ではうつ病、うつ状態に対して使うのが主だと思われます。このドーパミンの働きということを見ていきますけど、このドーパミンというのは脳内物質でして、その受容体を受け取るところに作用することによって意欲や脳の働きの活発さなどに関わってきます。基本的にはこの働きが少なすぎる、弱すぎると意欲低下などうつ状態になりますし、多すぎると逆に幻覚や興奮といった統合失調症や躁状態のような症状になってきます。その中でスルピリドの働きなんですけれども、これいろんな不明な点はあるんですけれども、基本的にはこのドーパミンの作用を少ない量だとむしろ増やす、それによってうつに効くというふうにされます。逆に量が多くなるとドーパミンの作用を遮断、ブロックすることによって統合失調症などに有効というふうにされます。補足としては胃を守る作用ということですけども、このスルピリドは少ない量ですと胃の方にも効きまして、胃を守って食欲を増やすなどの作用を期待されます。胃の働きを強くするなどの作用が言われます。ただし、H2 ブロッカーなど今使う胃薬などよりは弱いともされます。なので吐き気が出るような SSRI 抗うつ薬と一緒に使うということは、あり得ることかというふうに思われます。適応病名と使用量というところを見ていきますけれども、まずうつ病、うつ状態に関しては150mg から300mg で適宜調整するというのが添付文書になります。最大 600mg というふうに書かれています。統合失調症に関しては300から 600mg を使って最大 1200mg というふうに書かれています。 E12 指標潰瘍に関しては1日 150mg で適宜調整するというふうに書かれています。ただ実際今主に使うのはうつ病、うつ状態に関してかと思われます。主な副作用というところですけれども、一番注意が必要なのがプロラクチンというホルモンが増えるということ。具体的には特に女性ですと、いわゆる無月経、生理が止まる、あと乳汁分泌という副作用が出ることがあります。その他眠気、パーキンソン症状というのはあるんですけど、少ない量で、うつで少ない量で使う場合は比較的頻度が少ないものになってくるかと思います。このプロラクチン上昇というのは一番注意な副作用です。実際使い方ということですけれども、うつ病、うつ状態に対して使うとき、今回絞りますけれども、単剤それだけで使うときと SSRI などと併用、一緒に使うということがあり得るかと思います。まず単剤1種類で使うということですけれども、先ほどのプロラクチンの副作用のことがあるので、実際にはもっと少なく 50mg から 100mg、 1錠から2錠で使うことが臨床的には多いと思われます。この少なめの量だと先ほどのプロラクチンなどの副作用も減るということがあって、その他の副作用はだいぶ少ないことが期待されます。で、ただ効果としてはこの量は弱めです。なので効果が少ない場合はどうするかというと、増やす方法もあるんですけれども、原則としては他の抗うつ薬を変薬変えるということであったり、あとは後で挙げるような、一緒に使う併用ということを検討していきます。2つ目の使い方としては SSRI などと併用、一緒に使うという方法です。 SSRI などと 50mg から 100mg 少ない量で一緒に使う、併用するということがあります。ここで SSRI の副作用としては吐き気やお腹の不調ということがあるんですけど、一緒に使うことでそれの副作用を減らしながら、うつに対しては相乗効果を期待するというやり方になります。ただこれ一緒に使って少ない量でも、確かにプロラクチンの副作用、人によっては出ることはありますので、そこには注意が必要になってきます。今回はスルピリド、ドグマチールについて見てきました。スルピリドは今では主にうつ病に対して少量を使うことがあります。あと胃を守る作用もあるとされます。なので特に少量だと、男性だと特に副作用は少ないんだけども、プロラクチンの上昇、それによるいろいろホルモン的な副作用には注意が必要なものになります。うつ病、うつ状態に対しては単剤1種類で使うことと SSRI、 他の抗うつ薬と一緒に使うということ、この2種類があるかと思われます。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると
大変励みになります。